こんにちは、まい先生です。今日は以前にやった曲をもう一度仕上げ直してみましょうというお話です。何年かピアノを習っていらっしゃる方、 2,3 年前に完成させてしまった曲をもう一度一から譜読みするつもりで取り組んでみてください。そうすると例えばこの何年かで積み上げてきて身についたテクニックや解釈の方法、それから音楽の感じ取り方、以前はいっぱいいっぱいで感じ取るまでできなかったことが、もしかしたら今なら深く、今ならもっと感じ取れるかもしれません。以前は弾きにくかった場所が今のテクニックだったらもっとスムーズに弾けるかもしれません。そんな今の自分が3年前、2年前に弾いた曲を弾くならばどんな風に完成できるかな、期待感を持ってぜひもう一度一から楽譜を読み直すようにして仕上げてみてください。これね、本当に前に感じた時とか違う気持ちで弾けますし、もっと幅広い表現力で弾けるに違いありません。こんなに上手くなったんだな、こんな風に弾けるようになったんだなという実感をすることでモチベーションも上がりますし、その時に演奏した曲はこんな感じの曲だったなっていうのを新たな一面を見ることもできて、また音楽の深みを知ることもできます。そんな風にしっかりと以前にやった曲をもう一度仕上げ直してみる、でも良い勉強になりますし、モチベーションの維持にもつながりますので、ぜひやってみてくださいね。今日は以前に完成させた曲をもう一度仕上げ直してみましょうというお話でした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。